ではですね、第6章の内容をここでお話ししていきます。基本編、もしくは理論編と呼んでいる内容はこれが最後ですので、これまでの流れをですね、振り返りつつですね、最後に、実際に調査をやっていくとすれば、どんなことが大事になるのかということを考えていきましょう。そのために今日取り上げたいのは、関係の形成が重要だというお話です。関係の形成です。誰と誰の間の関係なのかというと、この3者の関係です、基本的には。第1回目の授業および、第1章の内容でお話ししたことですけれども、調査はですね、その情報をこう受け渡していくというプロセスなので、最初にその情報を提示する人、それを、集約してこう形を整える人、そしてその結果をその見てですね、何かの参考にしたり、する人。というふうに3者に分かれますね。調査、協力者、実施者、そして利用者というふうに呼んできました。これをその調査実施者の観点から見つつですね、そのどういうふうに関係づくりすればいいのかということを考えていきます。まず、調査に協力してくださる皆さんのことをどう考えればいいのかということです。いろんなことをですね、考えながら調査に協力するということが考えられるわけですけれども、ここでは主にですね、期待と反応についていろいろ考えたいと思います。例えばですね、こうインタビュー調査に答えてくれる方っていうのは、自分の情報を、持ってる情報を話したい、聞いてもらいたいとかいう、考えを持っていたりします。それに対してですね、その調査の結果を見てですね、その結果に対して、それによってこう真実が、世の中に伝わればとかですね、私の自分の持っていることがそのメディア上でもですね、他の人に伝わればとか、こういう結果とか影響に対する期待を持つことというのはあるんですね。だとすればですね、実際にこの調査が行われたときに、どのような、捉え方、感じ方をされるかということもまた大切です。ここで反応について見てみると、これは今回ちょっと悪い例というか、その調査の内容に対してこう疑問を持たれるような例について考えてみますけれども、例えば、いや、いろいろ話したいと思ったのに、なんか3割ぐらい聞いたらですね、はい、もう分かりました、ほんなら言うてですね、調査者が帰っていっちゃったとかなると、いや、なんかちょっとこう自分が思ってた話が全然できなかったなみたいな、いうふうな気持ちになることがあると思います。それからですね、インタビューに答えました。インタビュー結果を使って、例えば、新聞記事が書かれました、ドキュメンタリー放送が流れましたという時に、あれ、自分が思ってたように伝わる内容じゃないなとかですね、いうふうに思ったりすることがあるわけですね。このように期待と反応が食い違うってことが生じ、ます。であればですね、こういう、こう食い違いができるだけないようにしていくことが重要。そこで、ここでは関係づくりということを考えてみたいと思います。これは調査を実施する人がこう協力してくれる方とですね、どんな関係を築いていくかということです。まず、事前の説明はとても大事です。何のためにこれをやるのか、それによって、こうどんなプロセスをたどっていくのか、で、結果としてどんな影響が及ぶだろうかということをいろいろお話しすることが大事です。今日は具体的にお話しできませんけれども、要点だけ言うと、ラポールを築くことが大事です。これは信頼関係という言葉ですね。それから、それがオーバーラポール、あまりにもですね、お互いがお互いを必要とする関係を作りすぎてはならないということが、一般に言われます。で、インフォームドコンセントも大事ですね。その情報をしっかり知ってもらった上で、そういうことやったら協力しますよとかですね、この部分についてはちょっと協力できないですよとかいうことを、はっきりとお互いの認識として持てるようにするということです。でしょうか。ラポールとですね、インフォームドコンセント、やっぱりラポールについてはですね、いつものこの社会調査へのアプローチの教科書でもですね、取り上げられているので、見ておいてもらえたらと思います。ページ的には、15ページ、134ページ等に載っています。
はい、今はですね、一つだけご紹介します、社会調査協会ではですね、こう倫理規定というのを定めて、社会の側が調査のやり方や結果をどう受け止めるかということを、しっかり考えなければいけませんと謳っています。まあ、こういうご時世でもあるというわけですけれども、一人一人の人の気持ちを考えながら調査を行うことが大事です。次に、調査を利用する人々のことも考えてみましょう。調査を利用する人というのは、調査結果をの例えばそのレポートを読んでくださる読者の方だったり、テレビでそのドキュメンタリーを見る視聴者の方だったりするわけですけれども、どんな期待を持つのか、調査の経過が知りたいというのはあると思います。何をどうやって調べたんやろうなということですね。で、結果を知りたいということもあると思います。その結果から何かこう役に立つ情報を得たいというような期待ですね。そういう期待を持ってテレビを見たり新聞を読んだり、大学の先生が書いたレポートを読んだりします。ところが結果としてですね、そうなるかというとそうならない場合もあります。例えばですね、その調査のプロセスを見て、なんかこう事実が歪められている気がするとかですね、そういうふうな印象を持つ読者視聴者というのは、どんなですね報道どんな調査でも、起こり得ます。それから、いやあんまり役に立たないな、なんだこれはとかいうようなですね、こうちょっとがっかりしたというような反応を持たれることというのもよくあります。だとすればですね、どうすればいいのか。やはりですね、調査実施者は調査利用者ともですね、関係づくりをしていく必要があると考えられます。もちろん利用者と直に接することというのは、あまりないかもしれません。しかしですね、文章やその映像の中を通じてですね、どういうことをやりたかった調査なのか、実際どのようなステッププロセスで進んだのか、そして、そうやって行われた調査から得られた結果は一体どんな意味を持つのか、こういうのを含意と言いますけれども、そういうことをきっちり説明することがとても大事です。はい、そしてですね、しっかりと内容を伝えることというのも大事ですね。そのどっかが欠けてしまうとですね、やっぱり途端にですね、なんかちょっと隠されてるんちゃうかとか、なんかこう都合のいいように解釈されてるんちゃうかという疑念を持たれるということはよくありますから、しっかりデータの詳細を述べることで、こんなことが明らかになったんですよということをこう、分かりやすくですね、しっかりといろんな表現を使って伝えることというのが求められると言えるでしょう。はい、でさらにですね、それだけではなかなかですね、伝わらないことが多いんです。私なんかもよくですね、だからなんやということで学会とかでですね、結構詰められたりするんですけれども、そういった場合には何が必要か、含意をしっかりすること、説明することが必要です。で、その場合ですね、この調査の結果がどういう働きを持つのか、どういう機能を持つのかということを説明するのが、最もですね、やりやすいやり方です。これには2つあります。政治学の世界で、使われる言葉なんですけども、顕在的機能、社会学の世界でも使われますね。顕在的機能、はっきりとこういう調査結果だったんだから、こういう影響あるいはこういう意味がありますよというふうに、言えるものですね、もあれば潜在的機能ですね、こういうのもあります。要するに、普通はそうすぐには予想されないようなですね、ちょっと意外な機能、意外な働き、意外な影響などのことです。少し見てみましょう。次のページにあるように、はい、ですね、例えばですね、ある原因があって、あるこう媒介的な要因があったときにいい結果得られるんですよみたいな結果が、調査結果があったらですね、じゃあそういういい結果を得るためには B と C をやればいいんかな、こういうこうインプリケーション、含意を与えるはずなんですね。これは非常に分かりやすいモデルです。というかね、こういうふうなこう調査知見を作れるんであれば非常にこう、理解はしてもらいやすいだろうと考えられます。これは分かりやすいパターンですね。他方で、ちょっと良くない、負のですね、イメージを与えてしまう点というと、例えば困難が考えられます。フレーミング効果というふうに心理学で言われることですけども、ちょっとした表現の違いで
7割が合格しましたよという予備校に対して、3割が不合格でしたよという予備校はすごく印象が悪くなってしまう。これ内容的には同じこと言ってるんですよ。で、7割合格したら3割不合格ですから、 A 予備校も B 予備校も実績に全く違いがない。でも A 予備校の方がプラスのイメージを与えるわけですね。というわけで、まあ、あくまで、まあ、一例ですけれども、表現のこう仕方をちょっとですね、変えると途端にですね、与える印象が変わってしまうということが往々にして生じますので、こういうことは先ほど述べた言葉で言えば潜在的機能というふうに考えられます。だとするとですね、元の話に戻ると、じゃあどういう伝え方をするといいのかとかですね、いうことが、その大事になってきますし、またそのもしかしたらこういうふうに思われちゃうかもしれないけれども、例えばそういう趣旨で言ったんではないですよというように、こう正し書きをつけるとかですね、こういった工夫も必要だということが分かってくるでしょう。まあ、このように、調査の結果を見た人、聞いた人がどのように受け止めるかということを想定して、こうその受け止めに対してですね、働きかけていくということが必要と考えられます。では最後に、これあまりですね、教科書等で取り上げられる点ではないんですけれども、実は大事な点です。調査を実施する人々の間の関係性です。調査を実施する人というのは、まあ、調査者ですね。実は調査者たくさんいます。例えば大学の先生がゼミでですね、みんなで調査をする場合というと複数人いますよね。それぞれどんな考えを持つのか、真実のデータをつかみたいとかですね、はっきりした知見が得られたらいいなとか考えるはずです。しかし実際やってみるとですね、全然思ったように進まないとかですね、こういう結果が出したかったのに全然違う結果が出てきてしまったとかですね、結構その実際に調査をやるプロセスの中で期待が外れたというようなことって起こり得ます。これがですね、複数人の間で調査する場合は結構深刻な問題になったりします。なので調査実施者の間の関係づくりが重要。ここでもやはりですね、一体何のためにどうやってやるのかという目的意識、方法意識をきちっと、見定めておくこと、定めておくこと、そして役割分担をしていくことが重要です。で、一緒に行動するわけなんで、まあ、先ほどの点と重なりますけども、その都度の点で目的を共有する、コミュニケーションを常に行う。で、それぞれが一体どこに関われるのかということを明らかにしていくといった工夫が非常に重要です。まあ、一言で言うとチーム作りがとても大事だということですね。そしてです、調査の結果に対してこうだと思うとかああだと思うとか結構意見が分かれます。これをきっちりですね、認識すり合わせないと、一緒にレポートを書くとか一緒に調査結果を発表していくっていうことが難しくなりますので、そこの部分をしっかりやることが必要でしょう。まあ、この際ですね、なんか先輩がこう言ったからこれに合わせようとか、先生が言ってたあれに合わせようとかですね、なってしまうことも多いですが、それもちょっとまたずれてるわけですね。しっかりとそれぞれが感じたこと、それぞれが受け止めたことをちゃんと出し合うというプロセスが大事です。はい。ここまでがですね、第6章の内容で、まあ、第1部基本編の内容となります。以上 の、まあ、理論的なことを踏まえてですね、具体的な作業に移っていくということになりますので、ぜひここまでを1回まとめてですね、復習しておいてもらえればと思います。じゃあ、今日の内容は以上です。